皆さん、こんにちは。夏子です。えっ、ー、と、前のビデオでは、その前のビデオで紹介した冬のアイテムの言葉を使って文を作る練習をしてみましたね。今日は、その文を実際に使って、えー、日本人とか日本語を話す人が実際に どのように話しているか勉強してみましょうあと普通に話す日本語と、えー、友達同士とか、えー、家族に話すようなカジュアルな話し方の日本語2つを紹介します「今日寒いから手袋しなきゃ」「今日寒いから手袋しなきゃ」 今日は寒いから、手袋をしなければいけません。今日は寒いから、手袋をしなければいけません。今日は寒いから、中にヒートテックを着ています。今日は寒いから、中にヒートテックを着ています。今日,ます今日寒いから、中にヒートテック着てる。 今日寒いから中にヒートテック着てる。どうでしたか？えっ、ー、と私たちは話す相手によって話し方を変えます。うんとまあ普通は何何です、何何ますの形を使いますが、お友達とか。えー 家なになに何何だよなになにだよねーみたいなカジュアルな話し方をします、えー。両方ともよくお勉強してみてください。バイバーイ。